あ、結構来てる。え、6ステージまでしかない、もしかして。次、鶏のステージかな。なんか、ポケモンカード買い始めたんですけど、すっごい運が良くて、なんか今、個数制限されてるじゃないですか。5個までとか、2枚まで。で、最初に、151っていうやつの、なんかセブンイレブンに1人2パックまでって言ってたんで、買ったんですよ。そしたら、ミュウの SR? まあ SR 当たったんですよね。で、その次に、この前の黒煙の支配者の、なんかイオンとか、イオン5パックだ、5パック買って、それも SR 当たって、オルティガの SR 当たって、で、昨日かな、昨日クレイバース、ローソンでクレイバースを5パック買って、なんじゃも当たるかなと思ったんですけど、SR のなんか変な、鹿みたいなやつが当たりました。まあ、鹿みたいなやつはあんま大したことなかったんですけど。でも、人生で3回しか買ったことないポケモンカードで、3回とも SR 出るって相当運良くないですか、これ。お金もほとんどないし、なんとかケーキを手に入れながら、安く、チープに。わぁ、怒られるね、こんなこと言ったらね。さあ、毎日忙しくてストレスも多いことでございましょう。私もそうでございますけど、パカウマなクソウマのゲロウマな、とっても豪華なケーキを一緒に作りましょう。いいよ。グーグーグーかき混ぜて。コンコンコンテテ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 テ今ダメだね。ダメだな。ああ。落ち着け。いいよ。やばい。いいよ。来たんじゃない？早い。あ、そっか、よく生還したな。うわぁ、めっちゃまくった今。シーフードケーキ。きたー。コーヒーもうまいわ。これで喜んでくれるかな、サインちゃん。うわぁ、やらしい変態な顔してるな。今回は割とね、楽勝でクリアしちゃったと思います。頑張った後もらえたらチャンネル登録、いいねの方、よろしくお願いします。だっけね。